こんにちは、花ゆうきです。今日はファンの皆様からのご質問にお答えしていきたいと思います。こちらのカードに質問が書いてあるということなので引いていきたいと思います。みみまみさんからのご質問です。今回のキングダムのお稽古で印象的な出来事があれば教えてください。また役作りのポイントなどあれば。これは私個人のちょっと葛藤的な部分なんですけれども、今回ダブルキャストで花柳天を演じられる川島海荷さんが同級生で同い年だったんですけれども、私宝塚を卒業してから同い年の方と共演するのが初めてで、最初は私敬語でお話ししていたんですけれども、川島海荷ちゃんの方からとても気さくに話しかけてくださって、私そこで初めて気づいたんですけれども、タメ口で標準語を喋ったことがなくって、タメ口でどうやって標準語で喋ったらいいのかっていうのが全然わからなくなってしまって、もう下手な関西人みたいな、そうだよね、そうやんなみたいな、もう本当にたどたどしい言葉になってしまって、未だにどうやって標準語を喋ろうか葛藤しながらみんなと会話をしたりしています。あと役作りは、役のイメージである可愛らしさだったりチャーミングな印象とともに、花柳天の賢さだったり強さだったり仲間を思う気持ち、そういう心の底にある面も大切に演じていきたいなというふうに思っています。セラさんからのご質問です。愛病であるニジちゃんの名前の由来を教えてください。私ニジという名前の、サイベリアンの猫ちゃんをと一緒に暮らしているんですけれども、名前すごい迷ってたんですよね。その時私がとてもハマっていた韓国ドラマがあって、そこの主人公の女の子と男の子が、私たちの関係は虹みたいだっていう言葉がすごい素敵だなと思って、遠くに離れていてもなんか虹を見た時に元気が出るように励まし合える関係が虹だっていうことを、ドラマの中でそういうセリフがあって、そういう素敵な同居人になれたらいいなと思って、虹という名前にしました。ポンズさんからのご質問です。これから新たに始めてみたい趣味やお勉強してみたいことなどありましたらお聞かせください。私ちょっと、まだ大きい声では言えないんですけれども、勉強し始めていることがあって、英語を喋れるようになりたくって、私は中学高校の頃も英語はちょっと苦手分野だったんですけれども、その後音楽学校に入学してから本当に英語というものから離れてしまって、なので今もう中学1年生の英語から復習し直していて、でもなんとか今年英語の勉強を一生懸命頑張って、聞き取れるようになりたいのと、自分でも日常英語をなんとかマスターしたいなと思って、今一生懸命頑張っています。はい、1歳から宝塚大好きさんからのご質問です。幼少期はどのような女の子でしたか？私、小さい頃はすごくやんちゃだったみたいです。あんまり想像つかないかもしれないんですけれども、小さい頃はずっとリレーのアンカーで、足がとても速い女の子で、とっても負けず嫌いでした。なので今よりもかなり活動的でしたね。なんかいい意味でも悪い意味でも、なんか今ちょっと幼少期の活動的な部分戻ってきてほしいなっていうふうに思う時もあります。はい、ガジェットさんからのご質問です。運転免許を取られてどこかドライブに行かれましたか？私運転免許を去年取得いたしまして、まだ一度しか
運転できていないんですけれども、お正月に京都の実家に帰った時に元旦に運転染めプラス私の人生の初運転を京都の街でドライブをしました。その時は弟が隣に乗っていてくれたんですけれども、私も初めてなので一人で運転するというのがとっても怖くて、もう隣で弟が次車線変更、次ウィンカー出して右見て確認してって、もう先生になってくれて初めての運転を終えました。はい、椎名さんからのご質問です。花ちゃんがよく使う香水やおすすめの香水を教えてほしいです。ありがとうございます。私、香水の匂いにとっても酔いやすくて、自分で香りに、なので普段はあまり香水自体はつけないんですけれども、その中でもこの香水、この香りは好きだっていう香りがあって、ジョー・マローンの、ライムバジル&マンダリンっていう香りが、とても香り自体もきつすぎずとても爽やかな香りで、ここぞっていう時はその香水を使うようにしてます。ボディクリームを使うことが多くって、それもジョン・マローンの、ピオニーの香りだったり、あとはクロエのボディクリームがとても優しくていい香りなので普段から愛用しています。続いてのご質問です。ミンスイさんからのご質問です。最近読んだ本や漫画でハマったものやおすすめしたいものは何ですか？私、漫画はとっても大好きなんですけれども、キングダムに感化されたのか、少年漫画を読むことが以前よりとっても増えて、最近とっても面白かったなって思ったのは東京リベンジャーズにすごくハマりました。叶えたいものを叶えるために何度も何度も諦めずに挑戦していく主人公の姿がすごくかっこいいなと思って、映画の方も拝見しました。あと今読んでいる本があって、ハーバードの心理講義、心理学の本ってお芝居 の参考にもすごくなるなと思って普段から読むことが多くって、今もちょっと勉強しながらその心理講義の本を読み進めております。ミンさんからのご質問です。宝塚時代一番思い出に残っている自作のアクセサリーはありますか？一つ一つにとっても思い出が残っていて、とても印象深いのは最後のさよならショーの時に青いドレスを着させていただいていて、とてもボリュームのあるシンデレラのような青いドレスだったんですけれども、ティアラを最後につけたいと思ってティアラにこう自分でワイヤーを通していろんな色のスワロフスキーを合わせてこう豪華なティアラに見えるように、かつ後ろを向いた時に見えるその飾り部分もこうかつらには引っかからず髪が輝いているように、それも衣装の青色に合わせた青みがかった輝きが出るようにっていうところで、いろいろと工夫を凝らしながら作ったアクセサリーで、かなり思い入れがありますので、もし映像を見返したいなと思う方いらっしゃったらとても嬉しいなと思います。ベベさんからのご質問です。今だから言える在団中のお稽古場や舞台裏での面白いエピソードをお聞きしたいです。ポーの一族という作品でメリーベルという役をさせていただいたんですけれども、その時青色のカラーコンタクトをつけていて、とっても舞台上が乾燥していて、私普段裸眼なのでコンタクトっていうものに慣れていなくって、目薬をささないとコンタクトが乾くっていうことを知らなくって、最初のプロローグ中にどん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 目が乾いてきちゃって、そしたら片目だけコンタクトが目の中で折れてしまって、なので片目が青色の目、片目が黒色みたいなちょっと不思議な目になってしまって、どうしたらいいんだろうと思って、はけた後その後もすごい早替えだったんですけれども、もう早替え場所にも新しいコンタクトを置いていなくって、もう楽屋にも本当に
早く走っていってコンタクトをギュンって目に突っ込んで急いで着替えたっていう、もう本当に今は笑い話なんですけれども焦った思い出があるなっていうのが今思いつきました。はい、青丸さんからのご質問です。宝塚メイクがとっても可愛かったですが、どのように研究されていたのですか？独学ですか？ありがとうございます。自分なりにこだわっていたので、そう言っていただけるととても嬉しいです。あの役柄によっていろいろとやっぱりメイクで印象がとても変わるなっていうふうに思っていたので、それぞれいろんな色味を使ってみたり描き方を試してみたりしていたんですけれども、やっぱり下級生の頃はもう毎日のように上級生の方に見てもらっていて、あとは新人公演に出演させていただいていた時は翻訳さんにもう一から教えていただいたりですとか、あとは相手役さんにご相談させていただいたりですとかしながら、もう本当に周りの方のご協力を得ながらちょっと日々研究していっていました。あとはあのポスター撮影だったり新しい役が始まるっていう時は必ずヘアメイクの千春さんにご相談させていただいていて、そのやり方は普段メイクでもとても勉強になることばっかりで、普段のメイクからあの気をつけてあのメイクしています。ミミさんからのご質問です。舞台の稽古場で欠かせないアイテムがあれば教えてください。おさゆを必ず持っていくようにしています。やっぱり私冷えるっていうことがとっても嫌で、あの上着を持っていったりネックウォーマーを常に常備していたりですとか、とにかく体を冷やさないっていうことを気をつけていますね。私台本に結構書き込むことが多くって、なので必ず4色のフリクションボールペンが必須で、私決まり事は何色、自分が考えたことは何色、先生から受けたアドバイスは何色っていうことを全部色別で書かないと、ちょっと自分であの心の中で整理がつかなくって、なので目に見えるように色で判別できるようにこういろんな色の出るボールペンを常に持ち歩いています。続いてのご質問です。マミオさんからのご質問です。花さんのお肌がとても綺麗で憧れます。おすすめのスキンケアや食事で気をつけていることなどあれば教えてください。私も肌すごく悩んでいて、特にあの宝塚在団している時は必ずお稽古中にとっても荒れるっていう、こうなんていうんですか、ルーティーンがもう出来上がってしまっていて、いろんなスキンケアを試すようになって、今とっても自分の肌に合うなっていうものが見つかって、今はだいぶ肌の調子が安定してきたなっていうふうに思うので、やっぱり自分に合うスキンケアを見つけることが一番大事なんだなっていうのを実感しています。あとやっぱり保湿が大事だなって、もう本当に基礎的なことなんですけれども、それはずっと大事に思っていて、そうですね、食事の面も食事がおろそかになると必ず肌が荒れてくるので、一番大事なのは腸内環境なのかなと思って、発酵食品は絶対1日のどこかでは摂るように心がけています。では次が最後のご質問になります。しおりさんからのご質問です。宝塚時代一番思い出に残っている役は何ですか？本当にどの役も正直全ての役にそれぞれ思い出深い、思い入れがあって思い出深いです。すごく印象に残っているのはポーの一族のメリーベル、ハイカラさんが通るの花村紅代、ナイスワーク、If you can get it のビリー、例えば対談公演のアウグストゥスのポンペイア、なんかもうそれぞれの思い出を語り出すとキリがないぐらいお話ししてしまうんですけれども、一緒にお芝居をした方への思い、自分の思いだったり一緒に過ごした時間の思い出だったり、そういうのってふとした時にパッ
とその時の感覚だったりその時の感情が蘇ってきて自分の心の中に残ってるんだなっていうのをいつもなんか感じる時がとても多くって、それぞれとても大切な役で大切な思い出がたくさんあるなと思っています。皆様最後までご覧いただきありがとうございました。たくさんご質問いただきまして、最近の自分のことだったり自分自身も宝塚時代の、いろんな思い出を思い返したりして皆様とお話ししながらこう自分自身を振り返っているような気持ちになってとても温かい気持ちになりました。皆様本当に最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。綺麗、ありがとうございます。ラナンキュラスめちゃめちゃ綺麗、嬉しいです。私緊張してしまったような気がするんですけれども、なんか改めていろいろ自分でも考えながらさせてもらえてとっても楽しかったです。ありがとうございました。